こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽庵こだまです。今日は来月ですね、来月の後半に、ご結婚式をなさるという、まあ、若い男性のお客さんなんですけれども、まあ、ご自分の衣装で、着物のその結婚式の衣装にしたいということで、先日やっぱり名古屋から来られて、で、まあ、ですね、順体の江戸顧問を決めて、でコーダーの袴にして、で羽織なんですけれども、羽織をちょっとこう、まあ、実は感じの、一見こう市松に見えるような江戸顧問ですね、まあこちらのこんな感じのもので、こちらもともとこう地紋のある生地に染めてるので、ちょっとその市松の具合が分かりにくいかもしれないんですけど、もともとが実は感じの、ピンと合いますかね、ちょっとこう波状にですねなるような、こういった白生地に実は江戸顧問を、でこの江戸顧問の型がですね、ちょっとこの生地では分かりにくいので、ちょっと後ろに飾ってあるものでお見せすると、実はこれが色違いのものなんですけれども、これ実は市松に江戸顧問をしてるのではなくて、こうちょっとアップにしていただくと、ちょっと下に置いて、こう見えますかね、実はこれ江戸顧問の正外刃が、月彫りのその切りの太さが違うことによって、そして最後こう引き染めした時の目色の濃さが、出方が変わることによって、実はこう江戸顧問のこう正外刃が市松に見えるようになってるんですね。なのでこの実は鱗の正外刃ですね、鱗のこの模様はちゃんと、この市松でつながってる、これはもうあくまでこう色を変えてるのではなくて、その型ですね、月彫りの型を、まあ、こうしたちょっと特殊な、切りの太さの違いによって、まあ、染め付けたものなんですけれども、でこちらが今回のお客様のもので、こう見ていただくと、こう波の模様がすごく強く立つように見えますけれども、実はこの正外刃の模様も、実はこうちゃんとつながってる、ちょっとこう薄い色なんでピントが合いづらいですけれども、よいしょ、まあそういう生地なんですね。でこの感じを非常にこう気に入っていただいて、そしてですね、できたらこの市松を、まあこんな感じでちょうど交点というか、こう交わりのあるところに門を入れたいということで、でまあうちの方で計算をしてですね、まあこうして仕立て屋さんにちょっと指示書を、
市松のそれぞれの大きさとかから、まあ基本的にまあもともとそのちょっと見ていただくと、まあこんな感じで実はその市松の配分がちょっと左右で違うんですね。で、向かって左側ですかは少しちょっと狭めで、向かって右側は少し広めになってるので、まあこの辺を一応ちょっと考慮してですね、まあで基本的にこのサメの鱗ですね、この丸く見えるこれは基本的に右から左に向かってこう鱗の頂点があるというのが基本形なので、まあその辺を考えながらですね、一応生地取りを考えて、でまあ先ほどのようなこういう設計図をですね、まあ作ってですね、でまあ最初は先に縫い物を入れてから、まあ、押し立てをしようかなというまあことをちょっと考えて、で基本的に生地に対してどれぐらいの量で、まあ門の位置ですね、門の位置も基本的にまあうちは結構最近実は門位置というのがよいしょ、すいませんごめんなさい、門がですね基本的にまあ通常は普通生地の真ん中に入れるんですけども、先ほど見ていただいたようにこれかなり生地幅が広いです。基本的にうちでこう特殊なこういう生地で生地幅広く1尺4寸ぐらいある生地で染め付けてもらってるもんで、特にやっぱり羽織なんかにする場合には生地幅が広くて困るということはないので、まあ、そうしたものを使うんですけど、通常に門入れしてしまうと基本的に門が、外側に広がりすぎて、特に羽織なんかの場合は門が見えなくなっちゃうことが多いんですね。なんで普通より少し内輪めに、まあ、門玉の半分ですね、男の門っていうのは基本的にちょっと大きめなんで一寸ね、2分から1寸5分ぐらいの門を入れるので、まあその半分少し内側に寄せてもらうように門を入れるということで、まあ最初はそうしたことでこういう指示書も作ったんですけれども、まあいろいろやっぱりこう相談をして、基本的にやっぱりそのまあ、これからちょうど今仕立て上がってまだこれから門を入れるとこなんですけども、ちょっと実際のものを見ていただきましょう。で今お話ししたようによいしょ、こう羽織のですねこのちょうどこれが背中心の縫い目ですので、よいしょ、ここで写ってますかね、これ襟付けで、これがちょうど背中心なんで、ちょうどここのまあ、交わったところですね、ちょうどこうクロス状に交差する位置に、まあ、門をちゃんと入れたいなということがあって、基本的にその門屋さん仕立て屋さんといろいろ相談をしてですね、まあやっぱりこれがずれちゃうとあまり良くないので、まずは仕立てをしてその上で後から門入れをしようということになりまして、今回まずはこのいわゆる市松をですね、まあ、綺麗にこう出るように
ですのでちょうどこう袖付けの位置も同じですね。袖付けもこの、交差になるように、まあそれを指示して仕立てていただいて、でちょうどこんな感じで今上がってきたんですね。でこれも基本的に襟ですね、襟の部分こちら見ていただくと、基本的にまあどちらを中心と考えるかなんですけれども、基本的にやっぱりその上前と同じ考え方で、右側が妻になるということを考えて、基本的にまあ向かってですね左側の方をこう十字というかクロスに合わせるようにして、どうしても1枚のこう布なので、これまあ背中のちょうどこう背中というか首の頂点のところで剥ぎ入れすれば別なんですけれども、まあ基本的にそれでこう来るとですね、先ほども言ったようにあえて右側と左側をずらしてる分、今度下前に当たるところはまあ羽織の襟ですねが、まあどうしても同じ位置に、こうして同じ位置にまあ色が来てしまう。これはもう変な話、当たり前のことなんですけれども、まあこれは基本的にどちらを中心として考えるかということで、基本的に向かってまあ正面向いた時に向かって右側ですね、自分の左側になる方の交差点をもうクロスになるように配置してもらいました。で実際こういう形に今出来上がってきてますので、こちらに対して今も専門ですね。でまあお客様の方でこう綺麗な羽織を、ちょっとおしゃれな羽織を作りたいということで、紋の色もですね、実はうちで使っているこういういわゆるシャンパンゴールドのこう色ですね、これの帯のこの色と同じような、こうしたいわゆるちょっと光沢のある、決してゴールドなわけではないんですけども、絹糸の光沢のある、これで紋を入れようということで、でこれから実は京都の紋屋さんの方に送りまして、5つ紋ですね、背中、外袖、外袖、抱き抱きということで、5つ紋脱いで刺繍で入れてもらおうということで、で一応これからその加工に出します。でまあ一応今月いっぱいぐらい、どうしても、まあ、縫いも5つなんで時間かかりますので、まあ3月の挙式には十分間に合うようにということで、これから進めたいというふうに思ってます。ちょうど今ね、こういういわゆる市松状の生地の場合のその取り方ということで、まあ今回ちょっとそういうこだわりをお客様がしたので、よいしょ、ちょうどお仕立てがですね出来上がってきましたので、これからまあ門に出す前に、まあ、こうした市松状の生地の場合のこう縫い方ということで、一応動画を撮らさせていただきました。ということで、どうしてもねこう生地 の, その染め付けてある柄によって、まあ、それをどのように仕立てで出すかというのは、基本的にまあお客様と当然うち私ども呉服屋が打ち合わせをした上で、まあ、仕立て屋さんの方にもそれをきちっと指示というかお願いをしてですね、でそれをこういう形で、具体化するという工程が入りますので、まあこれはこれで一つね、やっぱりこう楽しみというか、やはりこう買われるお客様にしても、まあ、こんなことができたら楽しいなというようなことをやっぱりこう私どもからご提案してですね、でその上で、実際にそれを仕立て屋さんに縫っていただくということで、まあ、仕立て屋さんちょっと苦労をかけちゃうんですけれども、まあその辺はきちっとですね、うちの方で先ほどのように指示書というか設計図をですね、
まあ最近はすごい楽になったのは、パソコンで計算できますので、まあ、こういう C 書っていうのも作りやすいかなということで、で私どものでこういう C 書をきちっと、まあお作りしてですね、でまあ仕立て屋さんと相談をしながら、お仕立てをするということをしております。ということで本日は、市松生地の、羽織を作る、でちょうどその交点ですね、交差する交わりのところに、専門の中心ですね、専門を入れたいということで、まあ、仕立てをちょっと工夫したということで動画を撮らさせていただきました。ということで、本日も以上ありがとうございました。